アップルックは、アップルが1984年に発売した、アップル2シリーズのコンパクト機である。1977年に発表されたアップル2は、キーボード一体型のケースに収容された、拡張性の高いマイクロコンピュータとして一斉を風味し、非常に多くのユーザーに支持された。販売数の増加とともに、アップル2は幾度かのアップデートを受け、アップル2プラスに、 そして1983年発売のアップル e EA へと進化していったが、従来、同じ基本設計のままの7年間にわたって、使われてきた、拡張性の高いベージュ色のケースを捨てて、白くスリムなキーボード一体型ケースに収められた、コンパクトタイプのアップル2シリーズとして1984年に発表されたのが、アップルックである。ちなみに、 従来型のケースに収められていたアップル e e は1987年以降はケースのカラーをプラチナグレーに変更するなどのアップデートを受けつつ1993年まで生産が続けられておりアップルクはあくまでもアップル e II シリーズのバリエーションの一つであって EE の後継機種であったわけではないまた1986年のアップル II GS の登場後も アップグレードされたアップルックの生産が1990年まで続けられていた。したがって1986年から1990年までの約3年の間はアップル2シリーズとして3機種の選択肢が存在していたことになる。アップルックの最大の特徴は当時としては非常に薄型といえるスタイリッシュなケースに収められていることにあり、 ポータブルなコンピュータとしての位置づけを全面に押し出していた。実際、5インチのフロッピーディスクドライブまで内蔵したオフホワイトのケース後部にはハンドルが設けられており、3キロ強の本体重量と相まって1980年代のマシンとしては十分に過半型と言えるものであった。また、その過半性を強化するために、モノクロ表示の小型液晶ディスプレイもオプションで、 用意されていた。1984年当時公開された SF 映画2010年では主人公が海辺で液晶ディスプレイ付けのアップルックを使っているシーンが登場している。ただし、服自体はバッテリーを内蔵していないので駆動には AC 電源が必須であり、実際に液晶ディスプレイとのセットで過半用途に使用したユーザーはごく少数であったと言われている。 結局、バッテリーによる屋外での駆動が可能な Apple 製のポータブルなパーソナルコンピュータの登場は1989年のマッキントッシュポータブルの発表まで待たなければならなかった。ともあれ著名なデザイン集団であるフロックデザインの手による未来的な白いケースと同デザインのスタイリッシュな CRT モニターが組み合わされた姿はデザインに敏感な多くのユーザーを魅了した。 後日、区と同じ、スノーホワイトと呼ばれるデザインランゲージで構成されたプリンター製品のイメージライター2はグッドデザイン賞を受賞している。その後、初期のマッキントッシュシリーズのデザインで一役名を馳せることになるフロッグデザインにとって、この区は初めてのアップルとの大型プロジェクトであると同時に、後にマッキントッシュ2シリーズのデザインを展開していく上での基礎となった。 プロダクトデザインであったと言える。トクニックのキーボードに採用されたフラットなデザインのキートップは、後の Apple 2GS やマッキントッシュ、2シリーズの外付けキーボードのデザインの原型となっており、2GS 用のキーボードは一部マニアの間でカルト的な人気を誇るに至った。マタックは Apple i 及び Apple 2シリーズの開発者であったスティーブ・ウォズニャックの手を離れて、 スティーブ・ジョブズが主導したプロジェクトであることも知られており、拡張性よりもオールインワンでの使い勝手を追求し、コンパクトなボディに必要な機能を収め、原則としてエンドユーザーに中身を触らせないという方向性は、同じく1984年に発売された初代マッキントッシュと同じ設計思想に基づいていたと言えよう。しかしながら、8個の拡張カード用スロットを持ち、 ユーザーの要求に合わせた様々な機能強化が可能であった従来のアップル2シリーズに比べて拡張性を排したアップルックは市場に大きくは受け入れられず当初の販売は伸び悩んだ同じデザイン思想であったとはいえ型やマッキントッシュが GUI による利用を全面に押し出した当時としては全く新しい方向性を持つパーソナルコンピュータだったことに対しあくまでも アップル2シリーズの一機種として認知された区は、従来のアップル2ユーザーから見れば、コンパクトさ、スタイリッシュさと引き換えに、利用目的が非常に限られたものとして映ったことは、どうともしがたかった。アップルクの最終的な販売台数は公式には発表されていないが、総計500万台を生産したと言われている、アップル2シリーズの販売数のほとんどはアップル2、アップル2プラス。 アップル EA などのメインストリーム筐体のマシンで占められており、6年間にワタルックラインの総販売数は割合としてはわずかに過ぎないと言われている。1988年9月にはアップルックプラスとしてアップデートされ、CPU 速度及びラム搭載量が強化されたほか、内蔵するフロッピーディスクドライブが5.25インチから3.5インチに変更された。また、 それまでは、外付けボックスだった電源が内蔵されるとともに、i、ーポート類も変更を受けて、細部の外観が若干変更されている。結局、Apple Cup Plus の生産は1990年まで続いたが、最後まで生産された Apple i シリーズの座は、初代 Apple i の直径である Apple EA Platinum のものとなり、区はアップル e GS と,とともに後から現れ、 先に消えたアップル2のバリエーションの一つとなった。しかしながら製品の外観に全く無頓着であったスティーブ・ウォズニアックとは対照的にホームエレクトロニクス製品であるコンピュータとしての見た目にこだわって初代アップル2にその後15年にわたって利用され続けることになる特徴的なプラスチックケースを与えたのがクノ デザインコンセプトを主導した他ならぬスティーブ・ジョブズであったことは特筆に値しよう。Apple Cup p l u 3.5インチのフロッピーディスクドライブ搭載 WDC65C02 マイクロプロセッサーハットパワーサプライック。ありがとうございます。